アレちゃんってさ、なんか鳥みたい。なんかさ、鳥系の顔じゃない？そうなの？なんかちょっともう一回こっち見て。いやロシア人だわ。ロシア人なの？ロシア人だわ。だよね。そんなところですが、今日は何をされてたんですか？ね、これ使う系？分からへん。使う系だよ、多分。でも今日は視聴者からのプレゼントを食い漁ってた。何を食い漁ってたの？なんかビスケットみたいなやつ。あの鹿せんべいみたいなやつかな？そう。美味しかったの？美味しかった。素晴らしいじゃない。基本何でも食い漁ってるよね。だからアレちゃんに会ったらいつもなんか食い漁ってるイメージ。モデルやねん。こっちの方が食い漁ってる。どうした？なんか手紙が届いた。あら。手紙が届いた。なんかピロシキーズ様。すごいよ。なんかもう何枚にもわたり。あ、これアレちゃん呼んだら。これ俺漢字むずいで。これアレちゃん呼んで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 。新緑の子、ピロシキーズ、小原ブラス様。え、私やってたんこれ。中にはアレクサンブラ様のお二人の動画をいつも拝見させていただいております。はい。コロナの外出自粛の中、お二人の動画から笑顔と元気をいただいております。すごい読めるやん。もう一度送りましたが、私は千葉県に何これ、移住する。どこ？移住じゃなくて在住。在住だ。移住じゃない。はい、続けて。在住する。はい。メレンと申します。え、あ、お名前が書いてるのね。はい。はい、立花関係上、医者名？社名？匿名かな？ちょっと見せて。匿名。匿名。うん。匿名。ペリメーニ。ん？ペリメーニやパンダ。本名でなければどれでも構いません。ペリメーニさんからのお便り。あ、そういうことね。これそう、あ、そう、もう公開していいってことね。とさせていただきたいと思います。はい。私は昔から外国の文化や歴史が大好きで、テレビのドキュメンタリーなどもよく見ています。はい。その中で私が中学生の頃、シルクロードに興味を持ち、ちょうど NHK がドキュメンタリーでシンクロードを撮影放送していました。NHK スペシャル新シンクロード。もう一回もう一回。え？ NHK スペシャル新シルクロード。ん？激動の大地を行く？あとんじゃん絶対。あ、本当？うん。っていう番組です。シルクロードは中国からイタリアのローマまで続く縄の道。見せて。どれ？絹の道。まあ似たようなもんだよ。違う。絹の道として有名ですが、はい、この道は現在の中央アジアや南ロシア、コーカサスも通っていたそうです。あら。番組ではシンクルロードの現在の姿を映像に撮り、そこに生きる人々の声がとどめられています。見せて。声が収められています。あ、はい、収められており、まあ、まあ、一緒のようなものだね。違いますね。この番組は現在のシンクル、はい、シルクルロードの現実、つまり何これ、戦争？いや、ん？戦争？何これ、戦争じゃない、何これ、紛争。紛争ね。まあ同じようなものだよ。紛争やソ連の崩壊など重い内容を扱っています。あら。しかし、そうした困難を乗り越えていく姿や一生懸命生きる姿、笑顔が映されています。そして様々な民族の暮らしや歌、ダンス、素晴らしい自然も映し出されています。あら、
万全やね、ここまで。お二人もご存知の通り、日本ではロシアについてニュースなどではプーチン大統領のことや、ちょっと政治的な感じになってきた。経済、うん、経済、ん、政治経済、政治経済、あ、政治的なって言ったそのままで、政治的経済の問題など、いや政治経済って、あ政治経済の問題などを取り扱うことは多くても、南ロシアやコーカサス、中央アジアなど、非ソ連邦の普通の分かって、非ソ連邦なんかエロいな旧ソ連、旧ソ連国ね非ソ連邦まあ同じものだよね、いや人々について言及されることは少ないと思います、はい、私はこの番組を通して初めてこの地域、この、ん？この地、この地域、地域、うん、地域で起きていること、そしてそこに生きる人々の暮らしや生きる姿を見ることができ、それ以来ロシアやソ連邦、だから旧ソ連国、旧ソ連、旧ソ連国に強い興味を持っていますNHK スペシャル新シルクロード、はい、稼働、そう、ほんまにさ、新シルクロードで合ってる、新どこ、 NHK スペシャル新シルクロード、はい、激動の大地を行く、大地を行くは YouTube、 あ、 YouTube には違うんやろ絶対アップロードされていませんが、んんのDVD として発売され、私の手元にあります。2mm？ あ、 2mm？ 2mm？ いや、 DVD として、 DVD ね、DVD？ 何そこだ、急に外人やねん、 DVD？ DVD ってどこで習ったの、ね、なんか DV ってやったね、ちょっと問題発言やめて、撮ってんのに、DVD として、 DVD、 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 はい、そして発売され、私の手元にあります。はい、いつも日本に生きるロシアの方として、ロシアの文化や歴史を私たちに、あ、ちょっと訂正入ってますね、なんか王を間違えたみたいで、歴史を私たちに分かりやすく楽しく伝えてくださるお二人にぜひ見ていただきたいと思い、手紙を出させていただきました。はい、Amazon でも発売されていますが割高なので、もしお二人がご覧になるようでしたら、私から事務所に送付きさせていただいて、送付かな多分送付き同じことだよね、違う、させていただいても、そうつきって構わないでしょうか、落ち着きがましいようで大変申し訳ありませんが、今後の2人の動画作成などに参考になればと思い、ぶしつけで、ぶし見せて、ぶしつけ、ぶしぶしつけで、ぶしつけで大変失礼かと思いますが、お手紙を書かせていただきました。今後も動画楽しみにしております。厚かましい文章お許しください分かんない、厚かましいなのかな、これ、え、ちょっと待ってよ、これ何やったっけな、なんかよく見るやつやんな、厚かましいではないとなんかさ、稚拙とかでさ、稚拙の説やねん、稚拙、なんだよ、説の詩、押しつかましい、押しつかましい、つたな、つた、え、見せてもう一回、そうね、つたないの、つたなしい、つたし、え、なんていうのこれ、ち、しらじらしい文章、ちらじらしい、リスリスリ、え、違うよ、まずいって言うの、あ、つたない、つたなし、しって書いてるもんな、でもつたない、つたない、あ、いって書いてる、あ、じゃあつたないだって、つたない文章をお許しください。令和2年5月10
7日ブシャ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 ペリミーニ様いや、ありがたいことよ。とてもすごく素晴らしい方ですわ。あのとにかくその NHK 新激動を行くシルク NHK スペシャル新シルクロード激動シルクロード、それが激動の大地を行く、まあ、それがすごくおすすめということや。でも面白そうや。なんか多分おもろいで NHK のそういうのって。それをちょっと取り上げてみます。まあ送っていただいてもいいし、送っていただいたら時間があれば送っていただけると見ますねって。本当に厚かましいですが嬉しいです。厚かましいですが嬉しいです。とにかくなんか、まあ、今日はヒソ連邦がすごい好きかな。ヒソ連邦なんか暇やから事務所でね、なんかぼーっとしてたんですよ。今日こんななんか御朱印帳とかもなんかもらって、なんかよくいろいろ送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます以上、現場からお送りいたしました。